好的，大家好，晚安。那昨天有玩《太空战士十五》，真的非常好玩。那个战斗画面还有战斗操作，我个人是真的觉得看的人会觉得很复杂，但是玩的人习惯真的还蛮容易的。所以《太空战士十五》，其实可以买，还不错，可以玩呢。然后今天要来玩《人龙六》。哦，生命诗篇在11月29号，就是昨天所释出的一个体验版。这个体验版很夸张，拥有30几 G 的大容量。那相对的，大家应该都有猜到，它是一个应该是一个正式版被锁了，大部分的一个游戏的剧情被锁了很多的一个章节，然后只留了一个小篇幅的章节给你玩，就是在第一章节的部分。那，这一部也有官方释出说明说，这一部体验版它可以承接未来正式版12月8号1个礼拜后正式版的一个游戏的内容剧情这样子。那所以势必一定30几 G，那一定就是它是一个锁住的。就是算是一个，那个叫那个有个名词我忘记了，它是一个算是先把你的章节给锁住，让你去玩一些你想要玩的，你要给你玩的一个章节。好，废话不多说，我们要进入游戏哈。超震撼！怎么没有动画？我突然觉得好像没有动画的感觉。灯有动画吗？应该是没有吧？应该是没动画吧？从头开始。其实，在一开始的一开始首页的一个功能，主题主画面来讲的话，跟零和极都是差不多的一个模式，然后。不一样的地方是，同声音嘛，这个造型好像是活生生的站在你面前的感觉。哦，那之前感觉就是比较实一点，他可能现在画风比较 OK 哦。好，从头，基本上我都玩 ED 了哈。
不知道他现在能不能够，就是在中途的时候，没讲，可能中途又跟之前一样，中途不能切换难易度，然后可能他应该也是跟中途一样，不能切换难易度。再一个哦，我之前哦，看 PS 版的朋友哦，有去大圆柏台中。大圆柏，就是在11月19号的时候，哦，有人龙六的一个体验版，跟那个苍兰女武神、苍兰革命女武神一起举办的一个体验会。那一场里面，我听说剧情好像是差不多，剧情啊，好像是真的呢。因为在体验版体验会的时候，我是特别的给他跳过。就是没有特别去玩它，ね所以会觉得，え、大丈夫ですか？觉得好像也很多剧情例我都のや浪过つ、了哦。そろ那そろ也時听很間な多ん的じゃ。版友在说，いや、まだいいだ。好像剧情太短。那没差吧？俺因は为こ十二れ月を八号就要上市，一个礼ゆっ拜くり味わって给みに去た。体验，我是觉得还蛮 OK 的啦。毕竟谁叫他体验版跟太空战士15一起出？那大家当然是觉得人龙六也不需要去玩了、啊。哇，真的耶，跟体验版一样啊！那其实也没什么好雷的呢，うちのお客に勝手なこと言わないではくれ真的る？没什么好雷的。こいつよりわしの方が常連じゃろうが。ママはどっちの方が大事なんじゃ？お？今度こそ白黒つけちゃるけえの。ああ、早ついてこい。なんすかしとんじゃい。哎呦，ちょっと南雲くん。他增加了一些体感的一个，就哎不是就是那个手把的部分一个体感的认知。すぐに戻る。感觉上还不错哦。二度とここに顔出せないようにしちゃるわ。また後で来るけど。所以他这个体验版真的就只是让你了解他六的一个打斗画面，就是一个新的一个系统吧，应该这么说。因为我们体验会在玩的时候，他的打斗确实有些许不太一样。覚悟はええか。ああ、ええ加減舐めとったらどえらい目に遭うっちゅうことを教えちゃるわ。念仏でも唱えとけ。わしもの、惚れた女の前で苔にされたままじゃ、死人かっこつかんけえの。広島ヤクザ敵に回したんが、广面岛倒一つけ席，就是那个什么北野ヤク武ザ敵啊，ぐらい踊啊那れ。个龙泽返事。他们的那个あまり時間がねえ。家族早いとこ済ませてんだがな。なんなれ、そんなに死に急ぎたいっちゅうわえ、けたか。ぶんどっぷざは四代いい目からさっさとかかってこい。お前の脳が効いてると、こっちの予定が狂っちまう。そんじゃったら安心せ。今日から先、踊れの予定は全部白紙じゃ。小混混，小混混，那其实跟那一样啊。对啊，真的啊，操作都一样啊。不过他其实，对，我那时候有讲到，就是他的按键会不太一样。他的按键操作就是之前是那个三角形狂按，或者是圈圈狂，正方形狂按，
我觉得现在好像不一样。招式可以锁定。按快攻。我第五集的卡达枪，啊卡达枪嘞，啊娘我嘞，等一下，不对，哦他是这样的一个设定，那个操作怎么怪怪的？操作我记得好像感觉有点颠倒嘞，视角哦难怪，啊我以前也改过第一人称，是这个吗？哦，对了，他打架了！我靠！哦天哪！进来进来！我靠！拍子拍子！我都要不要投了啊？应该是不行吧？没有不符合人体工学啊！哦，有了！哦靠，打我！よし、わかった。そしたら第一ラウンド。哈哈，第一回合。耍嘴鼻子，超嘴炮。わしも体が温まってきたけ。こっからが本番じゃ。お遊びにはもう十分付き合ってやった。今のは肩慣らしじゃ言うとろうが。いい加減にしやがれ。俺にはもう時間がねえんだ。なんなら。遊び相手なら他のやつを渡れ。お前と違って俺は忙しい。我觉得人中最好的地方就是每一位演员、每一位演技的那种动画揣摩啊。我觉得那个美工的人啊，真的很会做，也真的有用心在做。还有剧情啊，我真的觉得说人龙这一部一系列啊，那感觉蛮好的。这是鬼混吗？さ、キリュウさん、これ。不，应该是鬼混吧。我突然觉得很好笑，这就是古灵棍，哈，这是古灵棍，哈哈，就是为了一个小朋友这样摇摇的那个。马达斯塔呢？啊，那就是从中间开始的，哈，我那个剧情有好笑，哈哈。いい飲みっぷりだぜ、ハルト。不错的一套游戏。私を育ててくれたおじさんは昔極道と呼ばれていた人でした。他の人から見たら怖いかもしれないけど、私にとってのおじさんは
強くて優しくて頼りがいがあるけど、でもどこかちょっと抜けてて、私はそんなおじさんのことが大好きでした。ファンのみんなや何より自分自身に嘘をついて生きていくことは私にはできません。私の夢はアイドルになること。でももう一つあったんです。大好きな人たちと一緒に幸せに暮らすこと。这个有点类似取决于上一代，或者是就是之前一代的画面，然后去给他做一个美工的强化。应该不至于到重画的程度啦，可是还蛮 OK 的，我觉得还蛮 OK 的。如果这我就不了解，因为五啊，一二三四一二。二三四五我没玩，所以我不知道他的剧情怎么样。他可能是用重画的方式，也可能是重也可能是就是做美工的加强。我个人是认为应该是美工加强啊，因为看起来感觉不一样了。おじさん、这是おじさん。啊，我刚讲什么吗？我应该没有讲什么吧。はるか。しっかりして、おじさん。夢じゃないのか。我在这里忙吗？我现在有灵魂。私はここにいるよ。他这个因为第六部是完结篇。所以他们可能针对于完结篇这部分有做很多的一个剧情的内容的灌注，然后也有做很，我觉得应该是有做前情提要的一个部分啊。我个人是这么觉得啦，可能是有做啦。我觉得他画工有进步欸，他的美工啊、画工还有那个对比啊，我觉得有进步的，而且。我有看版 PS 版有讲 Polo 的部分，他好像也有针对 Polo 有做一些强化，多不多少不少我不知道，也那个会不会差很多，这个真的不知道。ただ、那真的要看。あそこで君が言ったようにはいかないかもしれない。元ヤクザに育てられたアイドルのステージでの引退宣言、その周辺で起きていた東上会や大見連合の抗争。テレビの騒ぎで分かってるだろうけど、君と桐生さんが一緒に暮らすには覚悟がいるよ。周りが静かになるまで少し時間がかかる。ええ。まあ、俺なんかが外野から口出す話じゃないか。君らなら。所以，哦，有时候我真的会冲动哎，想要买那个，因为我 PS2 已经没了 ，PS2 找了嘛很久了。那时候小朋友，那时候小时候玩，PS3 没买，那 PS2 那时候玩的时候，我还不知道有，他有人龙，应该是说当时的知名度人龙没有打起来，所以那时候我们真的不知道人龙，我们就玩什么机器人大战，然后还有那个音速小子之类的，还有哦马里奥那时候也非常非常有名，所以等到这个人龙出来的时候，应该是因为时代的变迁 ，PS4 重置很多。
高画质的游戏，所以这样的一个游戏和剧情内容已经吸引到这个时代的人去玩这样的内容，而且会比较喜欢，所以我觉得就真的是不一样了。我觉得这样的一个剧情，这样的一个内容，在早期绝对不会有人想玩。老实说，为什么？因为你也知道市场需求不同。片是现在的市场需求在大学或者出社会这个年纪，高中其实并不是主流。那现在就是主流了。那主流之后呢？人的素质提升，其实人龙这个就让人家觉得说它是一个很有素质的游戏。要我这样讲应该是比较笼统，但是应该是为过了，应该就是这样的一个意思啊。脱獄で捕まんのはこれで二回目やな。这个不会是那个，哎呀，大河呢？話が早くて助かる。怎么样子感觉不太像？釈量の余地はある。西島隊がおとなしくしろよ。ジタバタする気なんかあらへん。ちっくそが、なんで兄弟ばっかりこんな目に遭うんや。ええんや。後のことは頼んだで、兄弟。お前这两个都疯狗了。真岛是大家俗称的小狗。然后大河他其实有点像，他也是疯狂状态那一种，就是意气啊，然后很敢那一种。啊？なんやと？警視庁の者です。どうかそのままで。桐生一馬を神室町での暴行傷害、並びに器物破損の容疑で。逮捕します。元東城会会長桐生一馬容疑者を事件の首謀者として逮捕しました。今回の桐生の逮捕、あれは警視庁のメンツをたどるためのパフォーマンスだ。应该真哦，这也是一直出现的一个パフォーマンス。灵魂人物。抗争を引き起こしたのは間違いなく近江連合なんだが、世間から見りゃ近江も東城会もヤクザに変わりねえ。東城会関係者からも逮捕して両成敗にしねえと世間を納得させられねえんだと。まあ警視庁もちゃんと仕事してるってアピールだ。確かに桐生さんは東城会の元四代目です。けど今回の抗争を収めるのに一番体張ったのもあの人だ。なんとかならないんですか伊達さん。桐生さんの担当刑事でしょ。誰が桐生担当だ。人聞きの悪い。そもそも桐生さんだけ逮捕されるってのもどうなんです。現役バリバリの東城会幹部はお咎めなしって聞いてますけど。警視庁のポーズのために幹部連中捕まえたら、今度は東城会の下の連中は収まらねえだろ。因为他是四代目，所以他要找更大的下手的对。上の首がいくつあっても足りねえ。だからって引退してた桐生さんを東城会の代表として逮捕するんですか。東城会の四代目ってだけじゃねえ。桐生一馬ってのは道島の竜で通った伝説の王道だ。いくら足洗おうが、敵から見りゃ十分裏社会側の人間なんだよ。这就是近朱者赤、近墨者黑喽。おじさんはまた刑務所に入ることになる。我觉得他好没礼貌啊！大叔又要被关进去了吗？他無所に入らずに済むはず。超没礼貌！キリュウの出方怎么可以这么乌鸦嘴呢？应该说大叔又要去玩了吗？俺もキリュウと付き合いが長いんだな。
今頃あいつが何考えてるかなんとなく想像できちまうんだよ。ここは一体、我这里是可以走的是吗？算是一个梦，一个梦境，那个好看不清我是谁啊。おじさん。ハルカ、俺がただ一人愛した女の忘れかけ出会った頃、まだ幼かった頃。这样的一个排法，我觉得应该是剧情前情提要，应该就是所谓的告诉大家这些角色的介绍。大事な人間を次々に失った俺にとって。唯一の生きる支えになっていた俺の人生で何か褒めることがあるとすれば親代わりに会こいつの成長を見守ってきたことだけかもしれない。おつんだキリちゃん真島の兄さん登場会の射程頭直系真島組組長真島五郎狂犬小狗島の狂犬と呼ばれる武道派だ。俺が組を抜けてから何度もやり合ってるが未だにこの人ランチャンスマン何にしても俺とは腐れんだ。そして今の登場会には欠かせない大幹部として名を轟かせている。同じく登場会幹部となった西島とは古くからの兄弟分だ。え、丫頭、哦、大和だ。キリュウ、冴島、かつて18人の敵を殺したとして登場界の伝説と語り継がれる極道冴島大河。俺と初めて出会った時冴島は脱獄囚だった。その後他超强的，運命を狂わせ逃狱逃到第六集，第六集逃到第六部终于要被抓。登場会直系严格来说应该第五部吧，这算第六部。他那个前面算前情提要吗？就是刚在医院那一段啊，还有他那个摇在那个演唱会上自白的那一段，那个算第五部吗？代表する男として、俺と共に这个我就不知道了。標的にされた。キリュウさん、秋山、カムロ町の町金、スカイファイナンスの社長、秋山氏。昔は銀行のエリートだったって話だが、横領の濡れ衣を着せられ、一度はホームレスにまで身を落としたという。それがカムロ町で偶然手にしたわずかな元で運用して、一千億を超える金を生み出した。もう一千億よ、夸張。西島の妹安子を通じて出会って以来の縁だ。哇，这真的你不看，因为他应该是顾虑到二三四五，这四部，可能很多人没玩过，因为只玩片四，所以他会做一些人物上的前情提要。四代目，哎，大五哎，我的托生の親であり。哇，他前几代看那个 YouTube， 他还没那么老哎。堂島宗平の一人息子、極道の息子、距離を置いていた大吾に、俺は登場会の六代目会長という重荷を背負わせてしまった。だが、25,000の子分を抱える登場会を束ねていけるのは、堂島大吾を置いて他にいない。俺はそう信じ、大吾もまた、それを証明してきた。
孤儿院的一群小朋友啊。太极、科学、密造，一定要全部念完吗？你一定要这样子吗？哎呀，剧情已经够慢了、啊。伊斯米、迪奥娜、艾莉，我要努卡姆西。哦，我现在没有继续念。沖縄に児童養護施設を作って引き取った子供たち、この子たちが遥と過ごした時間に俺がどれだけ救われたかは言葉にさえできない。哦，这可能也要连那个集之后的一起玩。哦，那我真的不要把 PS2 和3买回来吗？啊 ，PS3 啊。他2345应该在3那里。長い時間が必要。2好像在 PS2。キリュウ。伊達さん、警視庁の刑事としてエリートだったこの人の人生は、俺と出会ったことで狂わされた。だが、それから何年もの間、俺とは時に相棒として、時に被看中として、觉得觉就是觉得他混过黑道的就不是坏人，所以连警察都爱上他了。伊達さんはこの先もカムロ町を生きるデカとして正義を貫いていくはずだ。还有吗？哦哦，所以要走向那个光，所以其实不讲也可以吧，不讲就直接走向这个光就好了。哦，右下角一个读取键。哦，所以它算是回故事哦。お目覚めですか？読んだ。他算是回故事的喽。第五か。お互いみっともねえなりだな、六代目。いくらか桐生さんの方がマシですかね。そうみてえだな。何か話があるのか。ええ。桐生さんのことで。妙な噂を聞いたんですが、よかったら少し外の空気でも吸いに行きませんか。噂ってのは他でもありません。桐生さんが無所に入るって話です。啊，干脆一起坐轮椅就好了、啊，干嘛还要一个拿拐杖的坐轮椅、啊？弁護士立てていくらでも避けようがあるのに、なんでそうしないんですか？家族のところに戻るためだ。沖縄の朝顔のことですね。あ、千年花就是他之后向日葵之后自己又创办了一个孤儿院。朝顔の子供たちが在冲绳沖縄静かに暮らせるとは思えない。どう言い繕ったところで俺は元極道で、遥はその関係者だ。世間の目引いちまった以上、マスコミに追われるのは目に見えている。俺や遥にその覚悟があるとしても、朝顔の子供たちは巻き込めない。俺が真っ当にあいつらの元に戻るためにはけじめが必要なんだ。それはわかります。でも無所に入るって何年ぶち込まれるかもわからないんでしょう。はるかちゃんやあなたを待っている人たちをいつまで待たせる気なんですか。桐生さんは本当にそれでいいんですか。俺やはるかに世間が注目しているからこそ、今回はいいタイミングなんだ。次無所を出たら今度こそ俺も日の当たる場所を歩ける気がする。ドームのステージで遥は
堂々と俺のことを家族と呼んでくれた。所以他确实体验版的部分，他确实是先试出体验会，他试出给体验会，然后我们都是一直狂跳，我们就一直疯狂的跳。这是一个非常完整的，叫做像是父女恋那种感觉。ハルカ、よく来てくれたな。変わりない。很奇怪哦，那个头发乖乖理平的，他觉得那个胡子还是有型的。朝顔も相変わらず。监狱里面是有刮胡刀可以让他修整就对了。而且还修那么有型哦。照理说，要么是全留，啊，要么是规定全剃哦。他可能有特权。沖縄からだとさすがにお金かかるから。沖縄の人たちはみんなよくしてくれてる。だから何も心配しないで。マスコミに追われたりはしてないか。たまにそういう人も来るけど、大丈夫。すまないな、ハルカ。今の俺には何もしてやれないが、仮釈が出ればあと3年くらいで出られると思う。それでも3年。俺はこんな俺のことを家族と呼んでくれたお前に恥ずかしくない人間になりたいんだ。こっから先の3年はそのための時間だ。どうかしたか。私は芸能界に入っておじさんのことを家族と呼べないのがつらかった。うん、芸能界に入ったことを後悔してるんじゃないの、その逆だよ。おじさんを家族って呼べなかったあの時間があったから、私はあのステージで初めておじさんのことを家族なんだって心から思えた。それまではおじさんと一緒にいることがずっと当たり前だったから、まだ子供だったから深く考えたことがなかった。だから今おじさんと一緒に暮らせなくても頑張っていける。おじさんと私がどんなに離れていても家族だって心に刻むことができたから。今日はそれを言いに来たんだ。また一緒に暮らし始めたらもう恥ずかしくてこんな風に言えないもん。そうか。来たよ。ちょっとテーブルの上片付けて。カージ、こんなとこに漫画置くなよ。泉、コップとお水用意して。はーい。ほら、シロ、ご飯の時はタブレットしまって。ちょっと待って、もうすぐ一通り株価のチェック終わるんだ。あんた、まさか本当に株買ったりしてないでしょうね。そんな金ないでしょ、シミュレーションだけ。三尾がまだ練習から戻ってないよ。あいつ張り切ってるな。野球推薦の話でしょ、そんなにうまくいくかな。ただいま。ただいま。はるか姉ちゃん、おかわりある？ご飯だけならね。
俺今日はおかわりいらない。この後大城と筋トレする約束してきた。おじさん、ゲーム所から帰ってきたら驚くね。三つお兄ちゃんがプロ野球に入るかもって。バカ、気が早すぎだよ。まだ中学生なんだから。でも野球推薦の話が来るなんて、三つお頑張ったんだ。前は浩二が教えてやってたのに、いつの間にか立場逆転だもんな。うっさい。まだ本決まりじゃないし、他にも候補はいるから。后备球员每一个都想要让投身刮目相看。家のことってそれじゃうちってやばくね。又不是他的错。バカ。いやでも実際さ。大丈夫だって。俺が朝顔の子供ってことはみんな知ってんだから。その上で来た話なんだ。だからもし話がポシャったとしても、それは俺の力不足ってことだからさ。被肉收了。どうしよう。被肉收了。就是有这样的一个人，就是有这样的一个团体，或者这样的人，会去给社会打击，给这种，就觉得自己很正义那种感觉，正义魔人，有没有？是耍废的正义魔人。ここに帰ってきちゃいけなかったんだ。私。親子、やっぱり出ていくんだ、お姉ちゃん。これ見たんでしょ。原本看手机已经够小了，然后最后拿一个更大的看到了，是怕人家看不见是不是？三つ男の野球推薦のことが心配？三つ男のことだけじゃないよ。この先他のみんなにも何かのチャンスが来たとして、私のせいでそれを潰すことになったら耐えられない。私は世の中を甘く見てたんだと思う。おじさんはそれをよく分かってたから、きっと刑務所に行ったの。だからってお姉ちゃんはここを出てどうするの？どこに行くの？しばらくはおじさんのそばにいようと思ってる。いつまで？おじさんが帰ってくるのまだ何年も先でしょ。おじさんはお姉ちゃんが朝顔出るって知ってるの？ううん、全部私が自分で決めたことだから。じゃあ私からおじさんに手紙書いておく。黙ってて。え？おじさんには私からちゃんと話すから。
请随手关门好吗？都不随手关门的耶。这首歌不错哦。我觉得不错，那种感觉，这个游戏就是一走哈的那种感觉，蛮好的。僵尸吗？在以前错过一次也有，以前错过一次也有，所以跟基友都很好。我失火啊，就是那个遇到的那个。火元はアジア外の複数箇所でほぼ同時に確認されています。じゃあ放火ってことは消防はもう向かったんだろうな。避難の誘導は待ってます。でも火の回りが早くて。お前なんてこった。アジア街が全部焼けちまう。太夸张。故乡。どうですか。いい眺めでしょう。あの炎の大きさが私の誠意だとお受け取りいただきたい。それじゃあ我々とあなた方の永遠の絆と繁栄を祝して乾杯してもよろしいですかな。小栗旬那一个吗？像小栗旬那个，三个，狂啊！然后现在就第一章了，自由的代价。还有吗？那话也太长了吧。哇，三年后了。那也没几年嘛。伊豆美卡。就只是过三年而已啊。だいぶ背が伸びたな。哦，应该是假释吧。驚いたか。表现良好，假释。
第一。バカ野郎、帰りが遅すぎるんだよ。どんだけ待たせんだよ。すまなかったな、太一。おじさん、おじさん。お前ら、大きくなったな。あ、他没走哦。何年ぶりだ。那去打棒球吗？本当に大きくなりやがった。他正在被打枪了。他的父亲要穿帮了。そうだよ。後から来るんでしょ。いや、一緒じゃない。ハルカ、出かけてるのか。何言ってるの、おじさん。だってハルカお姉ちゃん、おじさんのそばに住んでるって。うん。そうだよ。そういう話だったよな。うん。うん、そうだろう、綾子姉ちゃん。ごめんなさい。ごめんなさい。はるかお姉ちゃんが朝開会吗？3年前。最初は電話くれてたけど、1年くらい前からは全然来なくなった。お姉ちゃんから連絡がなくなっておかしいとは思ってたんだけど、おじさんのそばにいるって言ってたから。はるか姉ちゃんにもう一回電話しなよ、今すぐ。連絡はいつもはるかお姉ちゃんから公衆電話でかかってくるだけだったし。所以这部一切的谜团都在姚身上。解約したって言ってた。なんで俺らに何も言ってくれなかったんだよ。いつも姉ちゃんたちは俺らを子供扱いしすぎなんだよ。ごめん。でもみんなを不安にさせたくなかった。それにもしかしたら本当におじさんと一緒に戻ってくるかもって。でもなんでだ、なんでハルカ姉ちゃんが出ていかなきゃいけなかったんだよ。俺たちうまくやれてたろ。ハルカお姉ちゃん、泉たちのこと嫌いになっちゃったの？ううん、お姉ちゃんは私たちの重荷になりたくなかったんだよ。え、何それ、どういうこと？好久的杂志了，他还留着。野球推薦の話があった時、ちょうどこんな記事が出たの。お姉ちゃんは自分のせいで朝顔のみんなが変な目で見られるのに耐えられなかったんだと思う。あの時は特に三尾の進路がどう転ぶかわからなかったし。なんだよ、それじゃ俺のせいかよ。いや、そうじゃねえ。お前のせいでも、はるかのせいでもね。全部、俺のせいだ。おじさん。だから俺が、必ずはるかを探し出して、この家に連れて帰る。警讯，这个吗？关于地图显示，第一点，吼，哎，好先进啊！啊，不过它也是预设的啦。都是预设的图啊。
都回复，大概都是固定的吧。綾子お姉ちゃんもひどいよね。今までずっと黙ってたなんて。遥の件は綾子が悪いんじゃない。だから綾子を責めないでやってくれ。綾子も今まで言い出せなくてきっと辛かったはずだ。それは分かってるけど、でも家族には本当のことを言ってほしかったな。おじさん、豆も昼飯の時間か。相変わらず元気そうだな、豆。豆、まだだからね。まだ食べちゃダメ。よし。ここは。はるかお姉ちゃん、今頃何してるのかな。ちゃんとご飯食べてるのかな。はるかのことなら心配するな。きっとカムロ町にいるはずだ。そうだといいけど。はるか姉ちゃんが俺たちのことでそんなに思い詰めてたなんて、俺全然気がつかなかったよ。そうか。まったく、はるか姉ちゃん何でも気にしすぎなんだよ。おじさん、はるか姉ちゃん見つけたらガツンと言ってよ。俺たちはるか姉ちゃんのこと全然気にしてないからって。ああ、ちゃんと話すから心配するな。あ、おじさん、さっきネットでいろいろ調べてたんだけど、はるかお姉ちゃんに関する情報は何も見つからないんだよね。 SNS とか全然やってないみたい。そうか、調べてくれてありがとうな。はるかについてはとりあえずカムロ町の知り合いに聞いてみようと思う。もしかしたら何かはるかに関する情報が見つかるかもしれない。じゃあ僕ももう少しネットで調べてみるよ。すまないな。あのさ、おじさんがはるか姉ちゃんと最後に会ったのいつ？3年前だ。俺が週刊中に一度面会に来てくれた。朝顔のみんなはよくしてくれるって言っていた。そう。もしかしたらその時からはるかは悩んでいたのかもしれない。俺が気づいていればこんなことにはならなかった。本当にすまない。おじさんは悪くないよ。でも早くはるか姉ちゃんを探さないと。もしかしたら悪い人に捕まってるかもしれない。ああ、必ず探し出してここに連れて帰る。所以照理说，はるかお姉ちゃんを探し出すってどうやって探すの、おじさん？还有一个，まずはカムロ町にいる知り合いを当たってみる。知り合い？ああ、秋山って男だ。大阪やカムロ町ではるかの助けになってくれていた。あいつなら何かはるかに聞いているかもしれない。すぐに電話で連絡を取ってみよう。そろそろ晩ご飯の準備しなきゃ。あ、おじさん。
晩飯の準備か。何か手伝えることはないか。ううん、いいの。これくらい一人でできるから。それにいつまでもお姉ちゃんたちに頼ってちゃダメだと思うし。そうか。あのね、おじさん、おじさんがはるかお姉ちゃんを見つけたとしても、はるかお姉ちゃんがこの家に戻ってくるかはまだわからないよね。そんなことはない。ちゃんと会って話せば戻ってくるさ。だから心配するな。应该还有一个才对，打棒球那一个人。哎，对啊，应该还有一个打棒球的。在这里哦。棒球棒球。おじさん、俺どうしたらいい？はるかのことは気にするな。お前は野球に集中するんだ。でも。はるかは必ず連れて帰る。そうしたらみんなでお前の試合を応援に行くさ。看呐，多么的温馨呐！いいところを見せてくれ。大家应该球场给你加油，超温馨。哦，卡电话，卡电话。おかけになった電話番号は現在使われておりません。番号をお確かめになってもう一度おかけ直しください。おじさん、秋山って人連絡取れたの？いや、連絡先が変わってた。ずっとおじさんも通りそんな。電話がダメなら直接カムロ町に行って探す必要があるかもな。でもそれじゃあまた私たちを残して出ていくってこと？冲冲了。明天那我们就先休息。じゃあ行ってくる。今度帰ってくるときは電話してから来てよね。こっちもいろいろ準備があるんだから。よく言うよ、シロなんか全然うちのことやらないくせに。カムロ町に行くんでしょ？おじさんが行ったらまた危ない目にあったりしない？秋山って男さえ見つければもうカムロ町にいる必要はない。あまり長居することにはならねえさ。はるかお姉ちゃん見つけてもあんまり怒っちゃダメだよ、おじさん。わかってる。三尾、野球の練習頑張れよ。うん。それから太一、浩二、シロ、エリ、リオナ、泉、彩子、今度はそう長くは待たせねえ。俺もはるかも必ずここに帰ってくる。そうか、マメもいたな。またお前たちのその笑顔を見せてくれ。じゃあな。哦，还有哦，您这铁板真的很有诚意耶。这铁板说长不长，但是说短也不短耶，还蛮有诚意的。第一张。
前章第一章打到玩到现在，剧情不错，然后体验版的部分，真的体验版这个36G真的是蛮有诚意的。天下第一分大街，哇，怀念的街啊，点去冲刺移动中长按叉叉，有关模式，R3，R3，哎，真的耶，这是 VR 啊，对，要调整一下那个反向，要调整一下反向。哦，这不会也有支援到 VR 吧？哇，这是第一人称嘛，简直是完整的第一人称啊，威啊，太狂啦、啊、喂，ちょっとそこのお前、いた、いて、やっぱり桐生か。伊達さん，哎，不错哎，他这种过场画面呢、啊，一般来讲只有 CG 才有这样的画质。然后他现在这个过场画面，很明显他就做了一个还不错的提升。很明显啊，林汉吉，你看就知道，他的过场画面没有像这样那么的细致。虽然说现在看到的也没有说来的那么的好，可是。比之前好太多了，真的六就是不一样，整个时代在进步，他这种做的像 CG 的过场画面都做得蛮好的，我真的觉得，我就觉得蛮喜欢的。这就是我觉得他能容他做这个很有诚意的地方，他有很多的细节部分都做得还蛮 OK 的。我想这个是大家都是众所皆知，都已经知道很多了，像林汉吉都是一样，什么小游戏啊，或者是支线剧情啊，他都做了很多的一个功夫，都下了很多功夫在里面。所以我觉得他这个戏部，这个只是过场画面哦，所以真的做得还不错。その火事が東城会の神室町支配が崩れたきっかけでな。因为我刚刚在那个冲绳的那个孤儿院，その焼け跡に大陸から看的时候，我觉得中国マフィアが就看不出一个所以然。可是在这里就看到，因为很近，然后我就看他们那个画面，真的是觉得就很明显有差。警視庁は躍起になってな、東城会上層部に構想の責任を押し付けるようにして、真島と堂島大吾を逮捕した。何？知らなかったのか。半年かもう少し前だ。大吾が捕まったとすると、今の東城会を動かしているのは本家の相談役だった菅井って幹部だ。知ってるか？面識はねえが、確か二代目時代からの子さんのはずだ。ああ、間違いない。その菅井だ。そうか。お前はもう東城会に関わる立場じゃなかったな。そのために3年以上も無所に入ってたんだ。俺も余計なこと言って。ハルカはどうしてる？っていうかお前、なんで神室町にいるんだ？秋山のことを探しに来たんだ。もっと言うと、秋山にハルカの居場所を聞きたいと思ってる。ハルカの居場所？ハルカは。有没有那个脸部的细腻度真的有差？他这个过场，もう随分这个绝对不是 CG 啦。他这个应该基本上都是过场画面来讲。那跟林汉吉不一样的地方是他过程画面做的就是把那个画质提升很多，你看那个细部的脸就知道，你看他细部的脸就非常明显，就是真的做的还不错，个人认为真的是不错。而且整个剧情这个体验版的剧情真的是哦，诚意真的很有诚意。然后那个30G 是怎么回事？其实应该，我认为应该是他锁住了，然后等到12月8号有数位版的人就不用下那么多，就不用下的那么多，直接开放。那
买实体片的，当然买实体片的就只是在更新一些东西，就无所谓的。我自己是买实体片了，我在网购那个雅虎购物中心有订那个实体片，我觉得还不错。我觉得就是因为喜欢零和几都很喜欢，所以六一定是必买的，这个是一定的。哦，所以刚刚按 R3是第一人称，那你只要触发剧情，有剧情它就是会回复到第三人称。好，所以我们又要回到第一人称，因为真的很好玩耶，这个第一人称好特别哦，有第一人称耶，哎呦不错不错啊，那是说地图啊，哎呦呦，看到那个地图，哎，这个就是急送的试玩版吧，是这个吗？哎，这个是投影量吗？哎，不是哦，我以为是投影量。哦，所以是上楼咯，按叉叉，哦，按住叉叉，然后前进就是冲刺。等一下，这个是调查。哦，所以你耍我就对了。关于饮食。我可以吃东西，用餐时差不多。我觉得它功能变好多。OK， 诶，还能够再上去吗？哦，有喘气。不知道有没有极限运动哦？应该是没有，怎么可能会有极限运动这种东西？所以我可以用回第一人称，然后跑步下楼。第一人称按 R3 就是第一人称。这到底能不能投啊？我很怀疑耶。不能吗？不能哦。那算了，应该是没钱的关系吧。我好像没钱耶。哎靠，不是吧老大，你这有事没事挡个路干啥啊？怎么搞错？哦，这可以玩 VR 呢，我觉得这有没有支援 VR 啊？如果有的话其实好狂哦。我在这里吗？不是。哦，熟悉的店家吗？哦，熟悉的店家，这谁呀？もしかして桐生さん？久しぶりだね。びっくりさせないでよ。是吗？本当に突然なんだから。是那个妈妈桑吗？好啦，我太注重化工了。ってことは出所されたのね。じゃあみんなでお祝いしなきゃ。いや、いいんだママ。ちょっと挨拶に寄っただけだ。あら、そうなの？それより体験版就是让你回顾所有人物的一个
介绍，然后让你回到神士町，好去熟悉店面，熟悉这个这一张地图，熟悉你以前玩过的一个地方，然后他在新的六有什么样的变化？他就是呈现这样的一个体验版，所以其实 OK 的。秋山の居場所を知らないか。ああ、秋山さんね。ごめんなさい。私もわからないの。少し前に突然お店閉めちゃってね。その日から全く姿を見せないのよ。変な事件に巻き込まれてなきゃいいけど。そうか。この辺りで遥かを見かけなかったか。え？遥かちゃん？遥かちゃんがどうかしたの？ずいぶん前の話だが、遥が沖縄から姿を消したんだ。理由はいろいろあるんだが、俺がこの町に来たのは遥を探すためなんだ。そうなの。それは大変ね。てっきり沖縄で暮らしてるのかと思ってた。遥ちゃんとはここ数年会ってないわね。そうか。でも何か分かったら連絡するわ。あとこのお店ならいつでも使ってちょうだい。遠慮なんてしなくていいからね。ママ、いつもすまないな。え、那什么包裹？哦，牵牛花照片，不是植物牵牛花吧？哎呦，可以看吗？持有物品，贵重，嗯，那不是说贵重吗？哦，相簿，哎，不错哎，现在都有这种好东西呢哦。哎，也没有啊。任务。骗人，没有香菇。骗人，燃烧香菇。それじゃ。嗯。那还有哪里呢？哦，往上。哎，看一下能开车吗？我看算了啦，又不是全开放的世界。嗯，哦，熟悉的店家嘛，看一下看一下，熟悉的店家。いらっしゃいませ。也没有什么所谓的熟悉店家。确定要取消购买吗？ありがとうございました。够。哎，这是这里。哦，它也局限的地方了，可能是体验版关系吧。因为之前我一开始玩过零和几的体验版，它也是会有叉叉的地方，就是要禁止你去走这些地方。然后它现在在。可是我买了，我正式版玩的时候呢，叉叉都没有，哎，好像打架哎！来，撞一下撞一下。喂，そこのおっさん。お小遣いもらえないっすかね。しつけがなってねえな。早く財布置いてけや。小混混，小混混。可以让肚子，也可以让肚子感到饥饿。哦，其实他的连招，要怎么讲？我觉得有点比以前小小的复杂，不过其实 OK 的。其实还好啦。
他的强化系统现在是这样子，体力提升哦，用点数的有没有推荐的、啊？因为这个其实很难讲哎、欸，不过通常我是提升体力和战斗力啦，啊，攻击力啦。哦，他这个让我有点尴尬，因为我最不擅长这种类型。确定其的体力 level。神士兵快报哦，冠军街，七福大街北侧。战斗大师，哦，还有这种类型的，先学好简单的攻击方式，正方形三角三角，然后正正三三角三角，然后正正正，然后三角三角，正正正正，什么鬼啊？什么鬼啊？好狂啊！让我看一下，让我看一下。在这里，那我就要继续走这里吧。其实他的地，来了，哦，靠！哎呦，哦，这就是所谓无缝吗？哦，这就是无缝的 啊，不是那个无缝哦。他的意思是说，无缝接轨战斗话，战斗的那个就是这样子。你会听到那个音乐不一样，你会听到那个音乐不一样，然后音乐不一样的时候，就是代表你要看你的地图附近是不是有其他人存在，可能有敌人啊。我难怪我就听到一个声音怪怪的。哦哦哦，你搞怕，你搞怕。重返，嗯，好有趣哦，无缝哦，那你要更小心敌人的位置，不然的话，他是不会，他是蛮临时的打斗，可能后面突然一个人向你踹过来，你就要小心了。嗯，搞不好你走的时候有人冲着 LP 戳下去，你也不知道，搞不好那个戳 LP 那个 HP 就掉一半了。看一下，我在看位置啊，到底在哪里啊？不能过，还有这样的、喔、体验门当中无法游玩接下来的内容啊！我啊，那我要去哪啊？我绕过去，要绕过去。アジア街で飲んでたの？ね、ええ、酔っ払ってわけわかんない。すいません、まだ準備中で。あれ？もしかして桐生さん？久しぶりだな、マスター。本当にお久しぶりです、桐生さん。一杯ご馳走させていただきますよ。マスター、ありがとう。でも今日は急ぎで聞きたいことがあってな。聞きたいこと、何ですか？秋山的下落。スカイファイナンスの秋山って知ってるか？ええ、秋山さんですよね。もちろん知ってます。あいつと連絡が取れないんだ。
マスター。ここ最近、秋山を見かけなかったか。そういえば秋山さん、最近見なくなりましたね。昔はこの辺りをよく散歩してましたけど。そうか。ただ秋山さん、噂じゃアジア街の連中と揉めてたらしいんです。その噂を聞いてからすっかり見かけなくなって。そうか。わかった。ありがとう。はるかをこの辺りで見かけなかったか。あれ、はるかちゃんですか。ご一緒じゃないんですか。ああ、ちょっと訳があったな。今はるかがどこにいるか探してるんだ。あ、そうですか。残念ながらわかりませんね。でも何か情報をつかんだらご連絡します。すまないな。OK, 那再来是要去哪儿呢？哪儿？哪儿？去哪儿？我看好像他现在角度会自动导正，因为避免你跑的时候会乱跑。所以他其实会导正一下。哦哦，所以所以所以啊，还是会撞人啊，还会撞正妹呢，赞哦。啊，天马好，拍谁拍谁拍谁，慢慢走就慢慢走就好。哎、欸，可是为什么没有出现那个？看一下，他应该要出现那个条啊。哦，自动运镜。游戏设定。嗯，都有设定啊。哦，这是这个是应该是说你在玩的过程中所出现过的角色。你只要这个游戏有出现过的重要角色，或者是有在项目内的角色，他就会先介绍，他就会先告诉你。哦，这个地图不错嘞，地图改的蛮华丽的感觉，有 3D 的 feel， 有 3D 的 feel。看一下，看一下。嗯？咦？过头？嗯，安娜还叫我那个，所以这个意思是跟我说，再来到这边就不用了吗？做体验版无法继续接下游玩的内容哦，所以其实是到这边结束，再针对体验版的部分结束，其他的部分你可以去游玩。因为这个叉叉也太多了吧，老大根本就是这个很有趣耶。这个好啦，应该就是这样子的啦，它的体验版内容反正我不急啦，反正就是之后可以再继续玩这样的一个内容也不错，就是要继续接下来玩它的一个接续。所以欸，等一下，我在调角度，因为我想拍一张。现在拍一张，我真的好无聊哦。
玩完了，这个意思就是我已经玩完体验版了。哇，蛮有趣的。我觉得我就是人龙比较不算是走铁粉的类型，它其实针对很多玩家来讲，它的剧情内容还有游戏画面还有它的一个 整体的可玩性耐玩度都很高，所以其实很多人都会去预购它，去买它来玩哦，甚至买二手一定都会去入手它，所以这个部分我觉得各位可以去期待一下12月8号，好，12月8号的正式版的上市以及数位版，好，开放下载的部分，好，说白一点，这个体验版应该就是整个数位正式版的下载了，它只是把它锁住的这样子，然后会在12月8号做一个更新之后，把这些锁住的地方把它给解锁，所以这个部分，不错不错，大家可以期待，敬请期待。OK， 好，谢谢。那人龙体验版就体验到这边。那我们之后有机会再做一些12月8号之后也会有机会哦，做更多的游戏的一个实况。感谢大家啊！停止串流啦。